おととし6月別府市の交差点でバイクに乗っていた大学生2人が車に追突され死傷しました警察は去年9月現場から逃走した八田雄一容疑者27歳を道路交通法違反ひき逃げの疑いで重要指名手配し行方を追っています明日で事件から2年となるのを前にきょう遺族や支援する会などが別府警察署を訪れました ひき逃げの控訴の時効が7年であるため容疑を時効がない殺人罪に変更することを求めておよそ7万7千人分の署名を提出しました一方県警は今日う発田容疑者の現在の風貌を想像して描いた似顔絵を公開しさらなる情報提供を求めています